しかも別に用事はないんですけど、顔の見栄え的にメイクしようと思ってメイクの途中でなぜかフライングしてるんですけど、いや大事なこと、ちょっと待ってほしい。なんかいつもだったらさ、このさ配信始めるギリギリにさメイクするんですよ。まあはい、するんですけど、今日はもう裏側からやっちゃえとか思って。こんばんは。よいしょ。ねえ待って、顔色な、顔に色がない、なさすぎるよね。あ、いいのメイクして、しかも別に何も用事ないんだよ。意味もなくっていう感じ。何チックショー、小梅太夫だ、小梅太夫。顔真っ白だよね、やばくない？分かった、リップを塗ったらいいんじゃない。白すぎる、白すぎる。あ、間違えてた。家ではもっと血色ないし、家だってか、うん、普段は。確かにもう四捨五入したら米かもしれない。米に謝ります。なんかめっちゃオレンジ、めっちゃオレンジ、なんでめっちゃオレンジだね。私なんか目も何もしてないからさ、涙袋を描いてみよう。今日の配信も予定立ててなくて、立ててないけど、なんか配信入れて、あ、今日は10時までやりますから、まあ パパ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 。今日、そうそう、まだね、ごめんなさい、今日まだメール送れてないから、そのトラブルに私のメールもなってるのかわからないんですけれども、ちょっと待ってね。ドロップ先に入れます。違った、待て、今日もサンタにする、なんでかわかんない。血色がない。チークも入れましょうか。メイクって本当にすごいよね。リリはメイクを尊敬してるよ。メイクという、メイクという概念を作ってくれた人を尊敬する。ねえねえ、ほうれい線が嫌。なぜ？なぜなの？なんでなの？君ってなんでここにいるの？ほうれい線って何なの？この年でほうれい線、ほうれい線、ほうれい、ほうれい線気になるの嫌だよね、嫌だよねって共感を求めてもしょうがないんだけど、しかもほうれん草とか言ってるし、はい、ほうれん草嫌ですね。待って、配信途切れてない？今なんか電話来てたんだけど大丈夫かな。大丈夫そう、大丈夫そうです、よかったです。うん、これでいいんじゃない。今日まつげ見て、ほら普段いかにさまつげが上がってるかって話ですよね。訪れある？ごめんなさい、いかにさ普段まつげ上がってるかって思わない？
今日ゼロ。もうこれでいいよ今日。これでどうにかなる。髪がボサボサなんだ。わかる。嫌だよね。本当にどうしよう。今日何も考えてない。今日何も考えずに配信始めちゃった。何があるかな。なんかメイクした自分の顔ばっかり見てるからスピンって変な感じ。確かにそういう日もある。ね、本当に何も考えてないの。仕事はでしゅ、お疲れ様でしゅでしゅでしゅ。懐かしい。画用紙をあさってめくっているんですけど、うわ夏い。何これ、夏い。みんな見たことあるこれ。でもリリノの絵心がなさすぎて面白いことになってるんだけど。11月の部屋に撮った。ありがとう。昨日はリリノちゃんの口から歴史検定の話が出たことにびっくりしました。びっくりしちゃったの。社会の教科書とか持ち出したら楽しいんだけど。で、教科書持ってないっけ。いや絶対持ってる。どこにやったっけ。卒業式のやつ一式持ってなかったかな。いや持ってきてないな、さすがに。見て夏い。うわーこれだとなんかちゃんと映んない。なんかめっちゃ淡くなっちゃうんだねこの絵。でもなんか淡いのがそう逆に味出してるんだけど。これなんだかわかる。え、そんなにラグある。一回切ろうかな。え、でもなんかな、どうしようかな。ラグある。もうラグあってもいい。これ伝わらない。なんやこれ。なんかめっちゃ淡くない？あ、ラグないらしいよ。よかった。え、これ見える？あ、これぐらい近づかないと。そもそも水彩で描いてるんですよ。だから余計に淡いんだこれ。あ、ギリギリ。てか顔写す必要なかった。これがギリギリ。これは私がイメージするキス調の華奢なグラス。薄いんじゃない、淡いんだよ。水彩画ってそういうもの。水彩画だからこのなんていうの、一色じゃなくて何色と何色が混ざってるっていうのがうまく残ってくれるんですよね。これとか、これもちょっと一応グラスなんだけど、もう線がね、私鉛筆の線をねあんまり濃く描きたくないんですよ、水彩で描くとき。だからもう消えかけて。でも間近で見ると伝わりますね。うちはこの丸たちは弾けるバブル。華奢なグラス弾けるバブルっていう。懐かしい。水彩画描きたいですね。突然華奢なグラス弾けるバブル何杯目で酔わせるつもり。突然誰かが私の手を引いて、突然誰かが私の手を引いて、何百年に一度近づく惑星。あ、思い出した。なんかねこの弾けるバブルのこれね、まあ、こうやって見たらオレンジにしか見えないんですけど、私の実際の絵だと
このオレンジ、そもそも筆で水を垂らしてからオレンジで広げてあって、そこになんかさ、キラキラカラースプレー的な、食べ物ではないんですけど、カラースプレー的な色をいろいろちょん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 って入れてて、これは惑星イメージだ、そういえば。でこっちにあるのがこれね、もうこれも映んないじゃん。だし逆になんか水をどこに入れてるかがちょっとわかるね、逆に考えると。なんか変なコメントしないでください。これは私、私じゃなくてノット私、ノット私、突然誰かが私の手を引いての私さん、ここに一応ねちょっとこの子の手を引っ張ってる手も書いてあるんですけど伝わらない。そうでも一応外見てるんだ。え、いいね、こんなん書いてたっけ。自画像かったかも。確かに髪が長い、確かに全然自画像じゃないよ。パパ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 、今日は何をしようかな。こういう絵って色を描いた後に水でぼっかす、そっちの方がやりやすいと思うけど、私は先に水をつけとく方が好きかな。そっちの方が最初に色のせて水でぼかすよりももっと淡い色が作れたりする。私ちなみに私は絵の具って絵の具こぼすの怖くて絵の具使わないから、水彩の色鉛筆を使ってます。あ、そう、これそう、美術部の時から使ってるやつ、これを使って水彩画を描いてます。まあ、これはねどちらかというとね色も少ないしあんまりなんかいいわけじゃない。本当はなんかもっと、これが私が24色でしょ、36あった方が描きやすいし、なんなら100色とかあった方が描きやすいけど、いろんな色を表現するには。もう水彩は淡くなっちゃうし分かんないから、実際の色でも色絵を描けるし、実際の色より薄くしたい時も水を足せばまた違う色になるから、水彩は持ってる鉛筆の数が少なくてもどうにかなるんですよ。そう、でも水彩って普通の色鉛筆に入ってる色あんまり入ってないんだよね。なんかわかる？はっきりしたピンクとかないの。逆になんか、あ、肌色もないか。なんかクーピーとかクレヨンとはまた違う色合いなんですよね。でも私の好きな緑、もう緑だけで3、4色あるし、そう、まあだから茶色、木とか描くのにはめっちゃいいんじゃないかな。茶色系とか黒系がめっちゃ多いから。初めて見た？本当に？本当ですか？これはめっちゃねそれぞれのねこの趣味が出るんですよ。だから入部すると最初に水彩の色鉛筆を買うんですけど、私はいろんな色鉛筆とか画材が売ってるところにお母さんと行って選んだ記憶があります。わかる、色がいっぱい入ってる色鉛筆ってさ、人生で一度は憧れるよね。チャット撮ったよ、ありがとうございます。コピックとか、あ、私逆にコピック使ったことないです。結構アナログが好きな人間なんですよね多分。水彩画と色鉛筆とつながらないの、
説明したいめっちゃ。でも今ここに水というものが、あ、まああるわ。なんかマジで何でもいいんだよ水なら。ちょっとやってみたい、やってみたいけどできるかな。水をね用意しとかないと基本できないんですけど、なんか、あ、そう、この色鉛筆は開けた時に普通の色鉛筆との違いはこれです。あー、やだまあこういう日もある、こういう日もある。私はよくこの色鉛筆しまう時にあのめちゃ迷うんですよ。グラデーションにして並べるか、この筆の色鉛筆の色通り、番号通りに並べるか。でも番号通りにすると全然色合いがパラパラなの。見て、これ色鉛筆の上に絶対に筆が入ってるんです、水彩の色鉛筆は。これをぼこす、ぼ滑舌、ぼかす用なんですけど、ユニ。じゃあ私の好きな緑で描いてみるね。これ適当な色だからさ気にしないでほしいけど、ちょっと違うところにしようか。まあこれでか。なんかめっちゃ普通に、あ、なんか緑っていうか、なんか緑っぽくないけど、これで普通に緑で描くじゃないですか。これね、あの、ちなみにこれはちゃんとあのスケッチブックに描いてるからちょっと凹凸があるんですけど、これが普通の緑じゃん、色鉛筆で描いたやつね。これを水で濡らした筆、やばい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 、絶対に。え、でもリリこうやって水持ち歩こう、色鉛筆使うとき。そう、いいこと思いつきましちゃったんちょっと日本語、日本語。これを今これちょっと一応、ちょっと多分水が足りないな、もっとなんかしっかり濡らしたいんだけどさ、やっぱ違うわ。なんか、あ、けっけっけっけ、あの濡らしすぎると髪が破れたりします、ふにゃふにゃになったりとか、だから気をつけてね。これを、これ筆に水をあの濡らしたので、あ、もうできてる、あ、もうできてる。なんか、あ、水多すぎたね絶対ね。でもなんかこうやって、あ、まあこうやってやったらグラデーションになるしって感じ。あ、なんかさすがに水が多すぎたけどこんな感じです。だから水彩色鉛筆、ちょっとなんか、まあでもだからこういう、例えば葉っぱって別に一色じゃないじゃないですか、部分的に色が違う、ここは濃いけどここは薄いとか、そういう調節ができるんですよ。私は実物に近い色が出せるとか、あのイメージに近いものが作れるから水彩が好きです。こんな感じ、水彩と色鉛筆ってこういう感じ。美術部でした、中学生は。油絵はやってないですね。おじいちゃんが、私のおじいちゃんが絵が得意で、まあ本人は別に得意じゃないって言ってるんですけど、趣味らしいので。でも昔から絵が上手で画材をたくさん持ってたので、まあ見たこととか触ったことはあると思う。私おじいちゃんの筆とかもらってたし まあ今私がやったやり方は一番楽な方法でも、私がいつもなんかやるやつは、そもそもこの画用紙に、まあ、こうやって置いた状態で水をちょんって垂らすんですね。そこに色を入れるっていう、色鉛筆で。まあだから言ったら色鉛筆の芯に水がつくってことです。まあだから必然的に色鉛筆のあの芯の部分もちょっと水っぽくなって溶けるから拭かなきゃいけないんだけど
そう、すごいでしょ。楽しいんですよ。これは私は美術部に入って感動したやつ。だいぶ感動した。めっちゃ綺麗で、うわー、なんか待って、これでグラデーション作りたい。拭いちゃったのもったいな。まあでも、まあそういう日もある。私本当にこういうの大好きなんだよね。風情のあるものというか、そういうものが大好きなんです、日本文化においてね。これは日本の文化なのか分かりませんが、今日朝お母さんから連絡が入ってたんですね。なんかで、まあなんだろうって思ってみるじゃないですか。まあ、朝の連絡はなんか、おはよう、昨日はお疲れ様っていう連絡だったんですよ。あ、で、あ、そうだよね、確かに公園だったわって思っていたんですけど、その連絡の二言目、あ、白飛びしてる？やばいね。二言目、連絡の二言目に、リリー、やっぱりこと習わないみたいな、おことやらないみたいな連絡が来てて、え、朝急にみたいなバレてない、バレてない。まあちょっと、違うな、乾いた後に足したからか、ちょっと違うけどそう、やっぱりおこと習わないって急に連絡が来て、え、なんでって思って。でも確かに、あの、話してたんですよ。おばあちゃんが三味線と民謡をやってたんですね。でリリも一緒に行ってたんですけど、なんかリリその当時、あの、民謡って恥ずかしかったの。あれ歌い方難しいし、人前であんなに大きい声で歌えないって思って、リリは民謡できないよって言ってたんですよ。でも三味線には興味があったんです。でも三味線より琴がいいみたいな話をしてて、まあ、結局習わずに終わっちゃったんですけどそう、なんか人と変わったことをやりたくて、ピアノ習ってる子はいっぱいいるし、まあ、バイオリンもいるだろうし、三味線も結構いる、民謡やってたら。って考えたら、おこと、みたいな、なんでだっけ、何がきっかけかな。でも違う、おばあちゃんがその三味線と民謡をやってたから、なんかお友達の招待でそういう発表会みたいなのに、あの、なんかおばあちゃんに連れられてたんです、よく。そういうのになんかずっと見に行ってて、その時に、たまたま同じイベントにおことのプロの方が出演されてて、それ見てめっちゃいいなみたいな、それがきっかけだったと思うかな私結構その歴史とかそういうものに惹かれるタイプなので、こう昔ながらのものとかだから、雅楽の中に入ってくる楽器何かしらやりたいなみたいな願望はあったんですよ。まあ、おことも入ってるし、まあ尺八とかね尺八できる気がしないけどそう、なんか別に個性として欲しかったっていうか、多分なんか私結構不安症なんですよ。だから誰も持ってない、なんかさ、私が、じゃあ例えば私は歌が得意なんですって言ったところでさ、上には上がたくさんいるんですよ。だから歌が少しできるだけだと、別にじゃあ誰か歌がいい子いたっけってなっても、一番でなければ選ばれることはないじゃないですか、みたいな考え方で、こう誰かがもう自分以上にできるものをできるって言っても、それは
こうなんかあまり身を結びにくいんじゃないかって思って焦っちゃうんです、人と違う何かがないと。そうだからなんかね、誰もいなかったらさ、その誰もできないことを自分が一個できるっていう事実が自分にとっての安心になるんですよ。そう、安心したいから何か一個欲しいみたいなだけなの結構考え方ネガティブでしょ。科学できたらいいですよね。そう、なんかそう、私公務員になりたい、公務員になりたいって言ってたと思うんですけど、あの実際公務員目指してたけど、そのなんか歴史的文化っていう点では宮内庁の中に雅楽のをされる担当の方々がいらっしゃるんですよ。そういうのもすごい興味があった記憶があります。いいなって、私も雅楽がもともとできたら何かできたのかなって思ったりとか。そうだから私は本当にちっちゃい頃なんかある種の中二病だったと思うんです。ちっちゃい頃っていうか中学生くらいかな、小学生ぐらいかな、ある種の中二病だったんです。私は絶対に今生まれるべき人間じゃなかったとか思ってたもん絶対生まれる時代間違えてる、それか前世がそこら辺に生まれてたって思ってるでも今の時代の自分は大変現代の流れについていけないああタイムスリップしたいな、タイムスリップしてもう帰ってこないちょっとなんかなんか書いてみよう。今鉛筆がないからこれで書く。いやでも宮内庁に入りたいって夢はあったけど、宮内庁に入るのって本当に本当に難しいんですよ。だからもう泣いたもん、合格条件にいろいろ入ってくるって聞いたから泣きました。そんな生まれとか育ちで決まってしまうお仕事があるなんてでは思ったけど、それ考えたら昔の時代って全部そうじゃないですか。お姫様に生まれたからいいことも悪いこともあるしこうあのなんていうのかな、村民に生まれたからいいことも悪いこともあるじゃないですか。なんか身分で決められるの名残があるなって、逆にそれもそれで風情を感じましたが、そう言いますよ、現代になんだろうな、今思い浮かぶもの。オッケー、ちょっと書いてみるね。ちょっといろいろ送ってください、返します。生まれながらに将軍、そうだよ。さあ急にポンって生まれたらさ、やっと男の子だって言われて急に天皇になっちゃう2歳児3歳児だっているんだからね、びっくりだよねだからさ、でもさやっぱりさ上の身分の方が
いいこともあるだろうけど、上の身分で生まれたから子供時代大変な思いをする子たちもいるわけじゃないですか。昔の時代で言ったら本当にどこに生まれても、まあ逆に生まれた場所が天国だと思えばいいんですけど。生まれた場所が天国か、最高だな。パパ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 。架空の花を作ります。意外とパパとママさんが、え、なんだろう。リーノンパーニーパーニー、こんばんは。やっぱしこ生まれて18年後のアイドルになった人が確かに。でもリリー、なんか自分が好きなことをさ、自分が好きな人にもなんかこう、これってこんなに面白いんだよっていうのを分かってほしくなっちゃう性格なの。だからあんまり良くないんだけどさ、それは知ってるんだけど、でもなんか楽しいことって共有したくなっちゃうじゃん、わかる？だからね、結構ねもどかしかったりするの、それが。だからだってさ、ママとかなんて全然興味ないわけ、歴史なんて。あ、でも逆にね、そうパパは歴史の話通じるんですよ。そう意外にも、意外にもとか言ったら失礼なんだけど、そうお父さんはね、リリがねずっと話しててもね聞いてくれる。でもいや、ちょパパにはそれは分かんないけどみたいな。パパはどちらかというと近代的な歴史が好き。おじいちゃんと私はもう完全に昔の過去の歴史がすごく好き。古代は違うね、古代は違うけど、いやー黙っちゃう、ちょっと話題ください、喋ります。そう、楽しいことはさ一人で楽しむよりさ、なんか自分がさ好きな人たちとさ目いっぱい楽しみたいじゃないですか。そうなの。でもね、だから迷惑じゃないかなと思いつつも、やっぱり共有したくなっちゃうんですよね。うん、かわいい、いい感じですよ、かわいいですよ。あ、そう、みんなとバイバイ派でも本当にこの趣味は誰にも伝わらないって思ったら一人で行く派。だから私本当に時間ができたら関所巡りとかしたいんですよ。寺院巡りとか。めっちゃしたいんですよね。まあこれなんか絶対間違えたな。まあでもまあ知らないか。こんばんは。実感ができたらまず最初に絶対に温泉に行く、地元の温泉に行く。そして一人旅、京都に一人旅に行く。そこでいろんな好きな人物の
お墓巡りをする。お、いいね。やばいやばい、静かになっちゃう。一人旅いいよね、わかる、めっちゃいいよね。なんか、まあ、ちょっと失敗するか成功するか終わるまで分かりませんかね。適性はね、確かにあると思う。なんか違うなぁ、思ってたのと違う。リノちゃん、なになに、なんかな、ヘタッピー。昨日の公演楽しかった。こちらこそありがとう。小野の小町？三大美女じゃないですか。諸説ありますが。諸説っていい言葉だね。諸説って言っておけば感が否めない。リリってさ、お花描くの下手っぴなんだよね。わかる？わかんないよね。知ってる。一人で喋ってる。配信自体そうなんですけど。でもそれでも一人で喋ってる。やばいやばい、喋らねば、喋らねば、ダメだよ、喋らなきゃ。誰か私を喋らせて、お願いします。誰か話しかけてください。ねえ、可愛くない、なんで可愛くないとか言っちゃダメだよ。知ってるよ、知ってるけど可愛くないんだけど。なんで、なんでなの。
なんでなの？色が足りなかったのかな。かな。ねえ、リリお花下手すぎない？テロップにお絵かき配信にすれば、確かに髪型とか顔の輪郭とか雰囲気、雰囲気ある？あ、私がってこと？そりゃびっくりだね。ちょっとこの花下手だった。めっちゃ下手だよ、見る？多分小学生のお花みたいな。見て、全然可愛くないんだけど。どうしたらこうなるの？全然可愛くないんだけど。どういうこと？りのちゃんこんばんは。今ね、なんかね、水彩で絵描いてるんだけどね、なんか全然可愛くないの。見てほら、なんか可愛くなくない？なんか違うけど、まあ色味はまあ出せるよね、水彩だから。可愛いかな。ありがとう、みんな。でもきっとみんなは何でも褒めてくれるよねとか言ったら怒るかな。和菓子じゃないよ。お花描こうと思ったんだけど、なんかさ、確かに和菓子みたい。お茶菓子だよね絶対。抹茶と一緒に食べるやつ絶対そうだよ。ちょっともう一回描こう。もう一回描こう。どこから描くのが正解かな。あれ描いてみよう。でも私あの花ちょっと苦手なんだよね。描くの難しいんですよね、あのお花って。絶対にそうではないのに、そうではあるかのように錯覚してしまうんです、あのお花って。なんか、いや、あのお花しか言ってないからさ、みんなは何書いてんのってなると思うんだけど。ボタン、あー、ギリボタンでいけるかも。ちょっとね、このね、内側の輪郭をね、完全に間違えたんですよ。そうそうそう。いいんじゃない、形は。いや、ちょっと喋ってちょっと喋らせてお願い。喋らせて頼む。荒井の喋らせろという配信です。はい、嘘ですが。私あの花はさ、こういう葉っぱのイメージだったんだけど、めっちゃ今軽く描いてるけど、ちょっと色塗らせて。あ、こっち見てるから。じゃあコメントは見てるよ、だからさ、お願い、話しかけて。だからなんかまだクラス替えとかさ、席替えしたばっかのクラスメートみたい。でもこの花は絶対にあの色のイメージがあるわけ、私は。でも私の色鉛筆にはあの色がなくて今焦ってる。ユネクストは見てるよ。ユネクストを見てます。自分の携帯に入ってるから。
逆にネットフリはお家だし、アマプラはお姉ちゃんだし。ねえ、お名前ってリリノちゃんだよね。え、そうだよ、新井リリノです。新井リリノです。じゃあ何の花かは見てから当てて。白って、白だっけ、白ってね100色あんねん。怖っ。絵は誰に教わったの？誰にも教わってないかも。別に見よう見まねだよ絵は。最近休みの日は何をし、休みの日ないんですけど、そんなに何してますか。私何してますかね。何してるんだろう。まあでも本は絶対読むじゃないですか。あ、ちなみに源氏物語はまだ読み終わっておりません。漫画読むし、あとなんだろう、あ、めっちゃ近い、あ、こうだった今。漫画は絶対読むし、あとは家事やってるかな。洗濯物、なんか忙しい時って洗濯物をまあ回したら勝手に洗ってくれるじゃないですか。干す時間がないんですよ。だから洗濯物やったり、やっぱ排水口の掃除もするし、床の掃除もするし、私は掃除をするたびにまあ物を捨てないと気が済まないんですよね。だからどうせいるって思ってても、でもしばらくは使わないって思ったら捨てちゃうんですよね。癖なんです。掃除めっちゃするけど片付かないんだよね。わかる？なんか多分片付かないっていうか、あの気持ち的にね、あれがまだ終わってないから掃除は終わってないっていう気持ちになるけど、終わらせたくても終わらせられない時ってあるじゃないですか。で、これさ、どこにどう書いたんだ私って。あ、こっちね、こっちだったわ。はいはい。家族多いから洗濯大変。まあでも私実家じゃないから、そうそうそう、お家に行った時はさママがやってくれてたけどさ、まあ自分でやるしかないじゃん。マジで嫌。マジで嫌。床に髪の毛一本。いや、まあ人間だから絶対に落ちないってことはないと思いやすよ、さすがにね。でも見つけるとイライラします。髪の毛落ちてる、汚って。今は料理してるの？全然してないです。夜帰ってきて料理して食べる元気いかない、料理してまで。だから多分不健康なんですよね、生活が。健康的に戻さねばいけないのですが。え、すごい痛い、なんで。まあ、そういう時もあるよね。ルンバ、でもさ、ルンバ置いてても私多分掃除してくれたって思い切れないの。なんかわかる？完全な安心ができない。自分でちゃんと確認とかしそう。え、性格悪い。だってあれってさ別に 100% じゃないじゃんって思っちゃうのよ。ひねくれてんのかな。やっぱ自分の目で見て自分の手でやるのが一番安心っていうか。そう、そういうところあるですよね、私って。ルンバが申し訳ない気持ちになっちゃうね、確かに。なんか嫌なんだよね、なんか私ってこうなんだよねっていうさ、自分語りみたいな喋り方しちゃうの。
やだ、やばいやばい、自己嫌悪ループ全然気にしないんだけどね。嘘つくの下手。お風呂は入らないけど、ねえねえ、そんなになんかさ引っ張られるんだったらさって思っちゃった。お風呂入らないわけないじゃんね。あれはあくまでも MC で、もしこっちかこっちだったらっていう話じゃないですか。まあそれにさ、あの本気で答えちゃう私も悪い。うん、確かに。ちょっとこれはちょっともうお互い様ってことで。あれはさあくまでもさ、じゃあこれかこれだったらどっち選ぶっていう話だからさ、別に今お風呂入ってないわけじゃないですよ。別にいいですけどね、お風呂入ってないって思ってくれてても。やばいやばい、そっか、画角が気にしなきゃ、画角気にしなきゃ。分かってるなら言わないでください。なんかやだ、多分それで勘違いする人がいたらめっちゃ困る。みんな勘違いしないでね。 MC の話です。お風呂には入ってまーしゅ。よいしょ、いや話さねば。入浴剤とか入れる？あの三軒劇場のさ、荒井リリのクイズで話したんですけど、ちらっと。私はお風呂に塩を入れます。塩派です。変わってるでしょ。今までお風呂に塩入れる人出会ったことないもん私。これはね、変な自覚あるんだよね。まあ変っていうか、まあ、そういう人もいるんだみたいな感じだろうけど、でもこれは別に私が意図的にやってるとかではなく、母から言われてやってるんです。バスソルト貼って、いやそういうことじゃない。あの質問はカイリさんが考えてくださった究極の二択です。でも楽しかった、うん、めっちゃ楽しかった。ずっと笑ってた。カイリさん何話しても面白いんですよね私にとって。あの海水浴でも別に海の塩じゃないから、そう、あのお清め塩っていうのがあるんですよ。本当に寺院っていうか神社とかそういうところとかで売られるんですけど、そういうお清め塩というものをまあいつも母とかおじいちゃんが持ってるんですね。それをお風呂に入れるんです。私の家系は、家系っていうか母。人間って、まあ、生きてたら毎日毎日どこかで小袋に入ってる、いや全然なんていうのかな、清めてある塩です。
めっちゃそのままなんだけど、説明むずいんですよあれって。でもちゃんと普通の塩ではなく、お清めされている塩が売られているんですよ、そういうちゃんとした場所でね。それを入れるんですよ、お風呂に、湯船に。でなんでかっていうと、人は毎日いろんな人に会うじゃないですか。でまあその全員が必ずしもいいものを持ってるとは限らないんですよ。なんかやだ、それっぽく言ってんのやだな。そう、限らないんだって。だからこう悪いものを清めたりとか、例えばそれは別にこう人との関わりだけじゃなくて、菌とかそういういろんな意味で良くないものをちゃんと清めるって意味で、体をしっかりと清めた塩を入れた湯船に入れなさいってお母さんに言われてて、嫌なものをさ、まとったままさいることほど怖いものないじゃないですか。そうなんです。ちょっとまあうちの母はスピリチュアル的な人なので変だなって思う人もいると思うんですけど、でも私はそういうの結構聞くタイプなんですよ。そういうの素直に信じるタイプだから、信じる人にしかわからないやつってあるじゃないですか、心が綺麗な人にしかみたいな、それのリアルバージョンというか、棚にあげるわけではないですけど。なので私はだいたい頭が痛い時って、悪いものがいたりとか、こうあちょっと嫌だなって思う人と関わった後とかって頭痛がするんですよ。でそれをよく、頭痛の時ってどうにもならなくて辛いからお母さんに相談するんですよね、病院とか行く前に。お母さんにちょっと今日頭痛がひどくてって言うと、あ頭から塩を巻きなさいみたいな言われるんです、全身に。で払うんだよね、外にパッパッパッて。そうすると頭が痛いのが軽くなったりとか、体が軽くなったりします。私はだいたい頭が痛い時は塩を巻きます、頭に。何かいるんです、ここに絶対。誰かから移されたりとか連れて帰ってきちゃったりとかね。うちはそういうの、そういう教えだったので、生まれながらに。そう、耳鳴りとかもそう。霊感は強くないです、別にお化けは見えないですね。お化けは見えないです、全然お化けは見えないけどって感じ。なんか違うか。なんかそっち系っていうのやめて、いい意味か悪い意味か知らないけど。耳鳴りの違いを感じたことなかったかも。むずいね、そんな。そっか、違いもあるのか。そう、頭が痛い時はまあ一回やってみたらね、聞くとか聞かないとか人によるけど、あるかもね。まあなんかさ、こういうのってさ賛否両論あるじゃん、昔から。だから私はなんか最初はなんか、何でもママってそういうことばっかり言うんだろうとか思ってたけど、私はもう母はそれこそ歴史上の人物だと思って生きてるんですよ。だからもう素直に受け入れるようになった。昔もそうじゃないですか、鎌倉殿見ててもめっちゃ夢枕出てきません？鎌倉殿、そういう時代だなって。夢枕がめっちゃ出てきて楽しい。法皇様夢枕に出すぎだしね。見てる人には伝わる法皇様の出具合、夢枕のエグくないですか？めっちゃおもろいあれ。
だからそういうなんかこうザ仏教的なのの感性というかそういうのが強いんです。うちはやっぱそれをね別にいいとか悪いとか昔は思ってたけど恥ずかしいとかいろいろありますよね。緑を外側からにしよう、うん、こういうちょっとコアな話ってまあ嫌な方もいると思うんです。うわそういう感じねって思う人も。だからあくまで自分の家の話です。あとなんかなんだっけなちょっと待ってね、なんかねあるんだよ。あれだ、お母さんがなんか面白いんですけど、これはなんかまあちょっと面白い話なんですけど、あの指を怪我したりとかするじゃないですか。指紙で切っちゃったとか指を怪我することってあると思うんですけど、そういう怪我をした時ってあのまあ母から言われてきたんですけど、小さい頃からあの指を怪我した時は誰か人のことを悪く言った時だみたいな言われるんです、あのうちではね。なぜかっていうと、まああのあれはこれはなんか母の説なのか知りませんけど、なんで母がそう言い始めたのかは知らないけど、こう指って人をさせるじゃないですか、指させるじゃないですか、こうやって。まあ基本的にそれはしちゃいけないことなんですけど、よくダメって言われるじゃないですか、っていう意味です。人のことを刺したから指を怪我するんだよって言われて育ちました。だから指怪我したらママに言わなくなるんです。指怪我したって言われちゃうから、誰かのこと悪く言ったでしょって。そう言われたくなくて言わなくなったけどでもそうやって思うようにそういうのがまあ よしあしはあるけど、私にとってはあもしかしたら自分どこかで無意識に何か言っちゃったのかなって、あの自分のことを見直すきっかけになるんですよ、そういうのって。だから私はそれをいい機会だと思ってた。あ私なんか言っちゃったのかなって、その自分にその意識がなくても言葉としてそう受け取られても仕方ない言葉を発していたらそういうのって現れるし、例えば相手が嫌な思いしてたりとかね。だから別に本当にそうでなくてもそれを信じることは別に悪いことじゃないなって思ってて、そう生きてる。だからみんな指を怪我したらよく見直してみて、もしかしたらねあるかもしれない。とかかな。あとはブツブツ、ブツブツってあるじゃん、ブツブツって言ってもあれなんだけど、あの顔が荒れた時とかこうめっちゃブツブツができる時とか、なんかこうブツブツってむずいんだけどさ表現、なんかそういう時もなんかブツブツ言ってんじゃないのとかママが言うの、いつも何かに対してさって、もう終わったこととかに対してあなたブツブツ言ってないって言われるんです。あーかもーってなるんですよね。だから私結構ママの言ってることを素直に信じてたんだな今まで。だから母がよく言うんですよね、
リリは素直だって。全部こうなんだろうな、その後あれおかしいなと思ったとしても一旦人の話を素直に聞いてくれるよねって。だからああやっぱこの子も子供なんだなって思うんだって。まあ当たり前ですけどママの子供なんで。ママおもろいでしょ。だからママよくパパにも言ってるんだよね、あ指怪我した、なんか人のこと言ったでしょとか言うんですよ。うちは結構俗に言う亭主関白なお家だったんですよね。お父さんが手をつけてないのにご飯食べるとかあんまなくて、まあ最近はさすがにねこうそれぞれ生活のペースが違うからあるだろうけど、そういうのがあんまりない家だったんですよね。パパが一番最初にご飯に手をつけるみたいなお家だったんですけど、なんかだいぶパパが柔らかくなって、だからママもほらまたパパが怒っちゃってさとか言ってる。おもろい。お風呂もね基本はねパパが一番最初だったかも。お家帰ってきてすぐ入ってみたいな感じ。あとはママはいつも、リリこれ意味わかんなかったんだけど、今はさすがにねママ疲れてるからあんまりないんだけど、ママパパが寝るまで寝れなかったの。寝れなかったっていうか寝なかったの。パパがまだ寝てないからって言ってママって起きてるのよ。起きてたの。そう、昔すごい亭主関白だった記憶ある、私がちっちゃい頃だからね。かわいそうだった。すごかったんですよね。なんかパパが帰ってくるまで起きてるしね。母親ってすごいなって思う。まあ私の母親が私の母だったからっていうのも大きいんですけどね。うちの母がよくそこまでできるねって感じです。私には無理です。なんで自分が起きてるからって奥さん起こしとんねん、早く寝ろやみたいな思うじゃん。リリは思ってたよ、ちなみにママと寝たいしみたいな。いやでもあるあるですよね、こう生まれる時代もありますけど。そうだからそういう一時期を過ごしていました。ねえ下手じゃない？うん、まあでもなんかもっと敷き詰めたかったんです本当は。もっと敷き詰めたかった、違う、なんか多分ここら辺もちゃんと鼻の色でさ敷き詰めてたらよかったんだけど、ちょっと違うよね、下手っぴ。なんかマジで納得いかない。母は偉大です。そうです本当に。母に勝つものはありませんね、子供にとっては。ちょっと下手すぎておもろい。ちょっとさあんまり出来が良くない、なんかあんまり可愛くない色味が。でも色は実際のアジサイにめっちゃ近いんだけど、なんか葉っぱが失敗だった。私は絶対、いや人が寝るまで起きてるとか無理。自分のペースでしか動けなくない、人間嫌だよね。寝たい時に寝るよって思う。
早く寝ろ。え、寝ていいの？寝ていいの？歩け、寝ていいの？言ったな。寝ていいのかい？りのちゃんの寝顔が見たいって見せるわけないだろ。私の寝顔が見れるのはね、ママだけだよ。ママの特権だよね。なんかさ、そう、鎌倉殿見ててさ、やっぱあの時代って乳母という制度があるじゃないですか、まあ、乳母的なね。だから辛いなって思ったの。嫌じゃない？私無理だって思った。それだけは無理だって。自分の子供とさ、好きな時にさ一緒にいられないんだよ。辛いよね。なんかすごく悲しくなった。自分の子供なのにって。私それは無理。だからさ、こうベビーシッターさんとかに預ける方もいるじゃないですか。え、どうしてって思っちゃうの。なんかだってさ、どう考えてもさ、その時のその子ってさ、その時しかいないわけじゃん。なんかそれ同じことしか言ってないんだけどさ、こうその小さくてさ、赤ちゃんの時のさなんてさ、一瞬なわけじゃないですか。いやーって。だからなんかすごい、まさこさんなんか悲しくなった。でもやっぱあるあるだよね。しかもそれって多分日本に限らない話だよね。日本だけの歴史じゃないよね、きっとね。わかる。なんでこんな知ったように話してるかっていうと、私も妹と弟がいたので、赤ちゃんのあの可愛い時期がすごく短いことはもう客も承知なんですよ。そう、弟も妹も可愛かったのになって、すごい生意気になっちゃって。でも弟の方がなんか、どっちの方がとかないけど、弟の方が結構おとなしかったんです。どちらかというと女の子に間違えられるような。で、妹の方が男の子っぽかったんですよね。ちょっと荒々しくて。そう、だからどっちも経験したんですけど、小さい頃夜泣きしたのかな、リリって。でもね、ママの話聞いてる限りはね、リリはとにかくおとなしかったんですよ。おとなしいっていうか、おとなしい、うん、嫌なことがあったら言葉にできないからすぐ泣く子だったの。あの生誕のスピーチでもちょっと話したんですけど、あれすごい遠回しに話したじゃないですか。よく泣く子っていう表現をしたけど、そう、未だにそれがあって、なんか言葉にできないんですよね。怖い時とか、言いたいことが言えなくて詰まっちゃう時とかで、なんか水彩画のなんか超わかりやすいバージョンって感じ。葉っぱの形意味わかんなくなっちゃったけど、水彩だとこういう絵が描けるよっていう、この境目に違和感がないんです。なんなら葉っぱの独特の筋さえも、この色鉛筆、これは2本、色鉛筆2本と水だけで描けるっていう、やっぱ水彩って天才。ちょっとこれだからちょっとね、もっと淡く見えるんだけど、こんなにぼかしてないです、実物は。もっとまだ線が見えます。葉っぱの繊維的な、こう描いた線をぼかしてるけど多少残るから葉っぱの繊維みたいになるんですよね。それがよりリアル感なんですよ。それが楽しくて水彩が好きなんですよね。そう、そんなところです。わあ、わあ。オフラインお話が
オフラインお話し会のブースに飾りませんか？飾れるほどのクオリティじゃないからやだ。眩しいくらい鮮やかな真っ青な海と晴れた空、もう太陽から逃げられない。あ、ちょっと歌歌いたい、でも歌えない。こんばんは、こんばんは。人生山あり谷あり、谷しかない。でも谷があるってことは、この谷があるってことはこの上があるから、山がないことなんてないんですよね。歌える曲あるから。そういえばミニスタフラはどこへ行きましたか？ですね、ミニスタフラは私があれをあ持って帰ってきたんですけど、三条のオフラインの時にミニミニブーケを作ってで持っていこうと思っています、はい、ミニミニブーケを作って持っていこうと思っています。そう、本当にミニミニスタフラでしたね。だからより一層ミニミニにして、ちょっともっと持ち運びできるサイズに変えて飾ろうかなと考えています。はい、おしゃべり会来てね、みんな待ってまーしゅ、待ってまーしゅ。そう、話せた人が多ければ多いほど私も嬉しいし、そう。演じてみたい歴史上の人物はいらっしゃったりします？演じてみたいですか？恐れ多すぎますって。ご挨拶しなければ。なんだろう、誰がいます？逆になんかみんな目線で誰かこの方はとかありますか？これはただの願望の話なので何も考えないでどうぞ。私も何も考えません。あ、でもなんかやっぱちょっと思うのは、静香御前が大好きだったからこそ、静香御前はおしとやかな女性を想像してたんです、勝手に。でも実際どうだったんだろうっていうのが気になるところなんですよね。私のイメージとの真逆だったから、こう関西弁だったじゃないですか、なんなら意外だったんですよね。男役の光源氏、本気？本気？本気ですか？男役ですか？しかも光源氏ですか？光源氏ですか？そうですね、源氏物語は好きなんですけど、ちょっとあれって、なんかこう、まあどちらかというと真面目な性格なので浮気とかちょっと許せないんですよね。だから鎌倉殿見てて
頼朝が八重さんのところに戻ろうとすることがちょっとありえないかなって思って、ひなさんとかね、はい、いろいろね、亀さんもそうですね。ちょっとそれなければこの事件起きてないけどみたいなのもあったから嫌なんだよね。災いの種じゃないですかそういうのって。一途の人がいいと思います。だから、まあ、それこそあの小四郎とかは一途ですし、大野小町は綺麗な人でなければ。北条政子さん、うん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 、結構かっこいい女性ですね。これからもゆらちゃんと仲良しでいてね。こちらこそ。あれ、なんだっけ、来年のタイガーなんだっけ、紫式部じゃなかったっけ、違うんだっけ、徳子とか。まあそれもなんかちょっと結果的にはかわいそうな形になるけど、わかる、髪切る前に十人一重を着てみたいよね。上なり打ちはやばいけど、あれされてもしょうがないことしたくない、頼朝さんって感じがする。まあ時代が時代だから賛否両論だけどさ、聖子天皇一途でよかった、本当に一途でよかった。あ、紫式部はやっぱりそうですね、文才ですよね。まあ清少納言も並ぶっていう、こう並べられますけどよく。あ、でもこの名前はさ、あれだよね、出家してからじゃない、徳子さんが。そう、徳子さんの、だから安徳天皇のお父さんあんまり、うん、だったから。えらってひどくないですか、平家物語の中でさ、徳子がお嫁に来たのにさ、その自分の好きな別の女の人の方が先に子供を産んでしまうって。6、7年 ?7、8年ぐらい子供できませんでしたね、安徳天皇生まれなかったじゃないですか。そんなのありって思ったけど、なんか徳子がかわいそうで、私は平家物語をみんなが泣きました。えっ？ってなんか多分画面の前で言ってたんですよね、一人で。えっ？徳子いるんですけどみたいな言ってて、おじいちゃん笑ってたんだけど、実家で見てたんですよね、しかもリビングの大きいテレビで。だからさ、おじいちゃんがたまに気になってさ、リーノは何を、あ、おじいちゃんは私のことリリノって呼ぶんですけど、リーノは何を見てるんだって、今平家物語見てるんだよねって言って、まあちょっと現代化されてるんだけどさって言って、あーやっぱり面白いよね源平はって言って二人で話して、おもろい。卑弥呼のこと全然詳しくない。帝の妃は確かに、まあだから男の人だったらあの時代に生まれたいっていう人もいると思いますけど、私はそういう点ではちょっとなって。でも逆にあの時代だからこそ一途な男の人がいたら、それってすごく素敵なことだなって思うから、別にあの時代にが嫌なわけじゃない。あの時代に一途な人がいたなら、なおさらその人はすごい尊ばれるべき人間じゃないかなと思うし、そう思うけど、今はさ一途な人も普通にいる世の中だから。徳子
のりこ、本当にそうなのかな。ちょっとさ厳密なのが知らないんだけど、平家物語の中では琵琶はずっと徳子徳子って呼んでた。あの時代の女性も一途をよし、よしとはしてないんじゃない、別にそういうものだと思ってただろうけど、でも政子とかさ、それがそれにこう何他の女性もいることに少しでも嫌悪を感じてたからこそ上なり打ちがされたわけじゃないですか。だからやっぱ人としてそういうのはちょっとあるんじゃないの、人間の本能として。戦国武将で正妻一人しか持たなかった武将、じゃあでも正妻は一人じゃんか基本的に。そう、正妻は一人なんだよみんな。だけどその目かけとかそばめとかがいる人がいるから、あとはなんかお世話役という名のなんかご愛人みたいないるじゃないですか昔の人物って。面白い。あと旅先の愛人みたいないるじゃないですか、あるあるじゃない、歴史のさドラマとか見てあるあるじゃない。あの側室も、うん、でも本当に類まれですよね。あの時代の単押しは今の単押しより貴重だったんじゃない、私はそう思うよ。単押し、え、そうだよね、隠し声みんなお世話役の声じゃん。そう、出先での女性はあの光源氏でいっぱい出てくるんです、いっぱい出てくるんです。光源氏と源氏物語は好きなんですけど、そうなんです、いっぱい出てくるんです、意味わかんないほど人が出てくるんです、年齢もバラバラなんです。竹取物語のかぐや姫、おお、結局誰ともあれですよね、ご結婚されなかったですよね、かぐや姫って。だからさ、あの頼朝のさ亀がそれじゃんか。でもなんか最終的に亀さんとちょっとなんか仲良くなってたし、まさこ。かぐや姫がまさにこうあの時代のアイドル的なあれじゃない？今日一の饒舌で QOL こうじゃん。Quality of life。楽しいよね。だからね、歴史ってね別にねつまんないことだけじゃないのよ、覚えられないとか別に覚えなくたっていいわけ、そういう面白い小ネタがあるから歴史は面白いんです。私はそういうのでもハマりました。わあ、本当一回沼にはまってみてほしいな、歴史まだ興味ない人は。面白い、私は一生かけても歴史を少しずつでももう自分のペースで知っていきたい。前髪が新鮮なのか今日は、しかもこの前髪セットしてないし、ね、ちょっと曲がってるし、このさ私のさこの画面で見てる分にはさいいんだけどさ、なんかみんなから見てもさちょっと変な時ってあるよね絶対ね。え、あのさあとさ全然違う話なんだけどさ、うちのあれこれ話した？
昨日話したかな、なんか私のお姉ちゃんが急にね私に動画を送ってきたんですよ。で、何の動画かなと思って、まあ、見てたわけですよ。そしたらなんか動画の始まり、僕はもう少年ではなくなったが流れてて、後ろでね流れてて、お姉ちゃんはうどんを食べてたんです。こうやってうどんをこうやって黙って食べてるんですよね、普通に集中しながら。でも僕はもう少年ではなくなったが流れてるんですよね、こうやって食べてるじゃないですか。でサビ、あんなに好きだった彼女が僕の知らない世界の住人で、こっちから手を振ってみたけど人形儀に軽く会釈をしたのところで、急にうどん食べてたのに人形儀に軽く会釈をしたって会釈をさせて動画の中で、でも本当に真顔で普通に会釈してブチって動画を切れてえってなんかで、なんか詳細を聞いたら、あのこの曲を聞くとどうしても何か別のことをしてても会釈をしたっていう歌詞で会釈がしたくなってしまうんだって振り付けがそうだから、なんかその動画、再現動画が送られてきました本当に面白いんだよね、なんかその人間的な面白さリリにも分け与えてほしかった。お姉ちゃんに全部持ってかれた。リリ面白いことってあんまりできないんだけど、お姉ちゃん本当に面白くて、そう、しかもその動画の中で一度も笑わないの。お姉ちゃんこうやって食べてるだけで、急にうどん置いて、そう食べてて置いてで会釈するのね。それがもう超面白くてナイスめちゃめちゃ面白かった。うん、なんかあれどっかにあげたらバズるかなとかまああげないですけど、さすがに。いや、あの会釈を真剣にやるのがめっちゃおもろいんですよね、本当に。そう、これでさ、ニコニコしてたらさ、ネタかーって、そう、ふざけてるなーって思うんだけど、超真面目に真顔で会釈するからめっちゃ面白かったんですよねっていう、ちょっと最近あった面白い話です。あとよく、あのこの配信では話によく出てくる恒例の、あの新井さんちというグループなんですけど、新井さんちでは時々あれが行われるんです。突然なんかカラオケ大な、何大会だっけな、お姉ちゃんがなんか急にやり始めたイベントで名前がついてるんですよねちょっと名前忘れちゃったから後でちょっと調べるけど、なんとかチャレンジみたいな感じだった気がする。でお姉ちゃんがワンフレーズ歌うんです。1曲、今日はこの曲ですんで、今回はこの曲ですって言って1曲ワンフレーズ歌うんです。でブチって音声が消えるんですね。そっからつなげてくっていうチャレンジなんですよ。そうをやるんですけど、いつも失敗しちゃうんですよね。リリ参加したいのに、それが送られてくるのがいつもリリがちょうど家にいない時なんです。外で歌うわけにもいかないじゃん、こうやってスマホに向かって、だからできなくて、ちょっと次はさ、ちょっとリリが家にいるタイミングで頼みます。やりたいので、あれ参加したいので。ちなみにその新井さんちのグループは全部で兄弟が5人入ってるでしょ。でママが入ってるから6人入ってるんです。妹がまだ携帯を持ってないので妹はいなくて、6人つながったら最高なんだけど、弟が最近反抗期な気がしてて、なんか参加してくれないかなって。お姉さま天然じゃないですね。ちなみにそのチャレンジを始めたのも、会釈の動画を送ってきたのも同じお姉ちゃんです。私の8個上のお姉ちゃんですね。普段からそんな感じです。ふざけるのが好きっていうか、楽しいことが好きなんですよね。いつも面白いことしてる。なんか前は本格的な釣り竿とかじゃなくて、すごい簡易的な釣り竿で魚釣りましたっていう報告の写真と
文章が送られてきたりとかなんか本当に生き様が面白いって言ったら失礼なんだけどなんかあいい人生って感じの、そう楽しそうなビジュアル担当ですよね。あ、お姉ちゃんか。いや、お姉ちゃんはちなみにみんな整ってると思います。私はお姉ちゃんはっていうか兄弟みんな、私は顔好きですね、好きだすね。まあ母が一番好きですけど顔は自分から仕掛けられない確かに。いやもうさ、帰ってこなかったら悲しくない。まあリリがやったら返してくれると思うんだけどさ、何の曲でやろうかな。なんかみんなが知ってる曲がいろんな曲が出てくるんですよね。ちなみに365日の紙飛行機とかもあったし、普通の J-POP もあった、レニーブルーとか、急に尾崎豊さんとか、きしむベッドの上でって歌ったら、優しいさもちよりって歌ってくれるかな誰か。でもパパが参加してないのかわいそうだよねパパが一番尾崎豊さんが好きなんです。パパは中学生の時だったかなぐらいからずっと尾崎豊さんが好きで大ファンなんですよ。そうだからパパの影響で尾崎豊さんのことは知ったんですけど、一緒にねI Love You が主題歌になったホットロードっていう映画をママとパパと一緒に見に行ったりとかするぐらいパパが尾崎豊さんが好きで、だからそれやるんだったらパパが混ざった方がちょっと楽しいよねきっとね。でも面白そう、渋い曲にしよう、演歌とか。みんな津軽海峡冬景色とか歌えるのかな兄弟、わかんないけど。異邦人絵とかもお姉ちゃんたちって知ってるのかな。知ってると思うけどさ、なんか私がね結構昔、一昔前のお姉ちゃんとかママとかの年代の曲を知ってる理由は、お姉ちゃんがよく歌を聴いてたからです。お姉ちゃんとかママがよく車で歌を流してたんです、ずーっといろんな曲をね。だからタイトル知らないけど知ってるこの曲っていうのがいっぱいあります。ローソンだバイクで走り出す、ホットロード、そうホットロードめっちゃいい映画ですよね、私大好き。甘い声私演歌のね歌い方はねできないって言ったらできないし、ちょっと歌いどう声を出すのか分からなくて歌ったことないんですけど、聖子ちゃんとかきなちゃんも、はい多分スイートメモリーとか、瑠璃色の地球、あなたに会いたくて、赤いスイートピーもそうか ママがあなたに会いたくてが好きなんですよね。中森明菜さんはなんだっけ、何が有名だっけ。拳が回せない、確かに。なんかカラオケで精密採点みたいなのあるじゃないですか。私の歌い方の何をもって拳だと判断されているのかが分かんなくて、だから拳はあんま得意じゃないかも。今すごい音するよね、ごめん、手遊びしてる今。小学校の時手遊びしちゃダメってよく注意されてたな。でも私なんか体の一部を動かしてないと集中できないし記憶に残らないんですよね。なんかわかる？テスト期間とかさ、私歩きながら暗記するんですよ言葉を。そうやって覚えるんですよね。手の動きとか体の動きで暗記ってできるんだってっていう豆知識です
そういうのよくやってたな。ちょっと変わってたんだよね。勉強好きだったけど勉強方法が変なんですよ。誰かと電話するときとかも家の中ずーっと歩き回ってます。ごめんなさい下の方。フリ色の地球ね、好き、大好きです。あの曲ねえ、拳がよく分かんなくて握り拳を天然すぎじゃない？面白すぎるそれ。生誕祭の時のハッピーバースデーのりのちゃんのハモリ、え、私あれバレてたの？知らなかった。バレてないと思ってたんだけど、あのハモリ、なんか私あの歌を歌うと絶対に上を歌っちゃうんです。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアダリダニー、ハッピーバースデートゥーユーか、ハッピーバースデートゥーユーって行きたくなっちゃって、いつも勝手にハッピーバースデートゥーユーって歌ってる。バレてたバレてた、私だってバレてたのね。誰か違う子だと思ってた、違う子だと思ってくれてると思ってた。電話内容覚えると、そうなのかも。あとは考え事するんだよね、何話したかったっけなみたいな。え、そうなんだ。私松田聖子さんの曲だと思ってた。初めて知った。あー、そういうことね。理解しました、理解しました。でもやっぱ松田聖子さんのあの声って唯一無二ですよ。DMM で映ってる。わー、やばいやばい。みんなおしゃべり会の受付明日の1時までなんだって。みんな明日の1時までなんだって。ちょうど今見たから。みんなオンラインおしゃべり会の受付明日の1時までだって。みんな来てね。私がおちょっと話ちょっと後で戻すね。あのオンラインおしゃべり会をのおすすめ点をじゃあおしゃべりしますね。まずじゃ逆にオフラインおしゃべり会はですね、まあ直接私と会いながらおしゃべりができるので、こうスラ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 いろんな話ができたりするんです。そこがいいところ。服もねほぼ全身見えたりするしなんですが、オンラインのおすすめ点はこう、私実はもともとオンラインの方が得意というか、こういろんな話ができると思っていた部分があって、今はどちらも私にとっては楽しいんですけど、あのオフラインでは結構話し声が聞こえたりするんですよね。このレーンがいっぱいわーってあるので、だからこう話しづらいなって思うことももしかしたら皆さんあると思うんですけど、だからこそそういう時にオンライン来てくれたらいろんな話を私が聞くことができるし、いろんな話ができるんです。だから、まあ、例えば相談でもいいし、最近あった何かとか別にいいんですよ、意味がないお話でも。とかあと実は何々なんだみたいな話とか、めちゃめちゃ個人的なこと、あのあんまり他のお客さんには聞かれたくないなってことも私にはこうお話できるっていう利点があって、だし私もなんかすごいその時は本当にその人しかいないわけだから、もうその人と1対1で完全に話せるわけですよっていうおすすめ点があります。そしてあの結構オフラインではめっちゃ元気に話してるんですけど、私はこう声が大きくないと届かなかったりするので、でも
オフラインは、あ、オンラインは結構私は落ち着いたテンポで話してて、だからいろいろバーって話したいこといっぱい話したいとか、そうするなって思う。どちらもスラスラおしゃべりできない人はどうしよう。大丈夫です、リリノがいつも話振ってるので大丈夫です、お任せください。そうだから結構こうちゃんと相談したいこととか、ちゃんと私に話したいこととかはオンラインで結構ね、もうね、あのいっぺんにバーって時間をとって、そこでバーって話すると、あのいいテンポで会話ができたりもするので、そういう点ではすごくおすすめだなって思ってます。そう、テンポよく会話できる気がするかな。そうだから今までも実際こう普段たくさんの人の前だと恥ずかしくてっていう方もオンラインで来てくれて、いろいろ話したりとか、オンラインでは基本的にあのオタク話をめっちゃしてます、現状。例えばハロプロもそうだし、声優さんもそうだし、アニメの話もそうだし、いろんななんか私がすごく多趣味だと言われているので、いろんな話をオンラインでは結構重点的に1個の話題を話すことがすごい多いです。オフラインではこう例えば「生誕祭おめでとう」とかいろんなことを伝えてくださる方がいると思うんですけど、「お洋服かわいい、似合ってる」とかね。そう、オンラインは一つの話題を重点的にしっかりと話せるとかありますね。実際声優さんの話で盛り上がりすぎて、なんか5分とかずーっとベラ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 喋り続けたりとか、ハロプロの話もどれぐらいだかな、いつも。でもだいぶ話してます、10分とかずーっと話してる。正常第2セット、おお、いいところ。縁の下くんはもう出てきてるってことは、あ、待って、やばい、ネタバレした、ダメ、ネタバレした、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと今の聞かなかったことにして、出てたらまだ大丈夫だけど、ちょ、なんでもない、うん ごめん、ごめんね。次は12月、いつでもお待ちしてます。オンラインでもテンション高く感じたけど、オフラインどんだけ、オフラインめっちゃうるさくない？私うるさいっていうかさ、大きめで喋ってます、声を。めっちゃ オンラインは余韻が、そうかな、私今日はあの人とこの話できてよかったとかめっちゃ話すけどな。フットボールの話は大丈夫？うん、大丈夫。でも私の方が知識がないかもしれないから、教えてくれたら嬉しいです。いつも紙に書いて、おお、すごい用意周到ですね。買ってみますね。はい、ぜひ。でもこの間めっちゃ楽しかったですよ。オンラインでもこんな感じ、ずっと喋ってるよ。ずーっとベラ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 喋ってるよ。どっちもおる、え？どっちも、そう。いや、だってみんなよく考えてよ、このショールーム配信って一人で喋ってるの、言ったら 画面に向かって、それがこのテンションってことはだよ、相手が言ったらどうなるって話よ。楽しくてしょうがないよね。メジャーの話したーい、メジャーの話したーい、待ってるね、絶対話そうね。サッカーの話したい。あの、今推してるチームの話とかも聞きたいし、いろいろ聞きたいことある。多分オンラインはスパッと消えちゃうから余韻がない。ああ、そういうこと？そうかな？私はそうは思わないけどな。うん。オンラインはりのちゃんの話聞くだけ。話しかけてよ、今度は、じゃあ。りのちゃんと話すとあっという間に時間が過ぎる。いつも話したい、わかる。だから私はいかに、あの1秒間に何文字喋れるかを競ってるからね、一人で。だって話したいのに足りないんだもん、時間が いつもたくさん来てくれるのに、いつも時間が足りない。
そう、でも最近結構寂しいので皆さんおしゃべりしに来てください。オンラインもオフラインも両方とも来てください。結構寂しいんですよ、みんなが来てくれないと。タイピングやんけ、わかる。自分でも喋りながら思った。1秒間に何文字って。ちなみに私はその当時は1秒間に2文字かな。でも1秒間に2文字打つにはキーボードを4つ叩かなきゃいけないんですよ。それ以上の人はもっと早いってことだよね。やば。オンラインは時間を気にして話が、いった、今の音やばかったね。首めっちゃ鳴るんだよな。でも首今の状態だとダメらしいんですよね。やばい。今の怖かった。今時間を気にして話が途中で、そうだそうそう、大丈夫。私も時間は気にしてるけど、なんか逆にみんなは時間気にしないでほしいかも。私が時間を気にちゃんと確認してるから、そう、最後は絶対ありがとねって言えるから。すいません、11月絶対に来ます。来ない、来てください。ちょっとあの首の方のあれが混ざっちゃった。オフラインはりのちゃんに 9.9 割持ってかれ、それ9、ほぼ持ってかれてる。あ、嬉しい。オフライン楽しい。私嬉しい。首痛くなっちゃう、わかるわかる。そう、首って鳴らさない方がいいらしいんだけど、私っていつも首がこうやって前に出てるんです。だから後ろに持っていくのにグッてやりたくなるんです。それで持ってっちゃうんです。でも絶対やめなきゃだよね。分かってる分かってるの。どうしたらやめられるの。痛くはなかったんだけどボキって言った。私めっちゃ寝違えるんですよね。やっぱ首が弱いのかな。首のね、形が変なんですよ。生写真とか見てもこういう表情の時の首の形が結構変なんですよ。変形してて写りが悪くて、いつも背骨から来てるんですかね。姿勢を良くします。時間ちらっと見ると話つまらないのかなと思っちゃってたけど違うのか。うん、全然違うよ。さあ終わりがけなのにみんなにさあちゃんと声かけられなかったら嫌だから、そう、どうしてもそうだね。それがね嫌だっていう方もいるかもしれないけど、私のその真意としては時間見た上でちゃんと最後ありがき、来てくれてありがとうって言えるようにとはちょっと考えてるところはあります。話すことなかったらどうしようって思って戸惑う。全然ないわけなくない？むしろ私はマジで一人一人に話したいことがあるのにみんなが来てくれないから、ってこれ話そうと思ってたのに今日来ないのかってなるんですよいつも。そう、これ話したかったのに今日来てくれた、あれいないなみたいなありますよ実は。あ、そう、トレーナーさんに首はねいろいろやってもらってるんですけど、話すときはカメラ見てる、画面見てる、ショールームってこと。オンラインか。オンラインのときは私はカメラ見てます。今までは結構画面見てこう相手の方の顔を見るようにしてたんです。結構喋る時に相手の方の目を見るのが癖で、それを画面上でも今までちょっとやってたんですけど、よくよく考えてみたら相手方からしたらちょっと目線がずれてるように見えるなって思って、だからもちろん顔は見るんですけど、でも話をする時は目を見てるっていう風にしたいのでカメラを見ることが多いです。その方が多分皆さんからしても目が合ってるように見えると思うんですよね。そう、もちろんみんなの顔は覚えてるけど、
最後の1枚。ああでもそうだね、人によるけど、今日これで最後なんだって言ってくれる方がいるから、本当にって言えるじゃん。それで ズリーナズリーナそう、カメラを見てる、見えるようにしてます。目が合ってると思うので、そうするとだから目が合うと、じゃあもう見ないんだから、じゃあもう見ないんだからじゃあもう見ないんだから、うん、ちょっと待って、今何分ですか。私の時計ずれてる。一曲は歌えるかもしれない。ありがとうございます。53分、はい、ギリ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 って感じだけど、私歌える曲ありましたっけ、ありましたっけ、ありましたっけ。今頭に浮かぶもの、ちょっと結構かぶってるかもしれないんですけど、今頭に浮かぶものだと「君はメロディー」とか、あと「オープンモンド」は歌えるのかというところです。はい、2番ワンハーフしか歌ったことないっけ確か。どう思う、君はメロディー、牧師は多分まだ入ってないと思うんですよね君はメロディーの気分、君はメロディーにする、もう君はメロディーにするんだから、なんだか今日はそれが浮かんだからそれにしますよし、時間がギリギリだ。まだいけてるよね、まだいけてる、まだいけてる、まだいけてる。今54分くらいかな、今54分くらいかな。え、画面大丈夫だよね、いけてますか。あ、55分だ、やばいやばい、急げ、もう歌うねありがとうございます。10時には絶対に終わらせます。あ、待って、今泣き声も良かったの魔法に日差しは変わって、人も街も明るめに着替えた。風に誘われ気づけば知らずに僕は口ずさんでいた。遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のフェイバリスト、なぜこの曲が浮かんだのだろう。突然に愛しさはいつもずっと前から準備してる。ノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ。時を超え君はメロディー、メロディー、懐かしいハーモニー、ハーモニー、好きだよと言えず抑えて、センター街から通りに抜ける青春に迷って、知らないうちに大人になってた。歌を聴くこともなく何を忘れてしまったのだろう。新しいものばかりを探して、今の自分に問いかけるような、あのミュージック風船はいつも教えて
ベイビー。いける？いけるよね。ちょっと待って。ごめん、ランキング読むね。ごめんなさい。13位キリゴエさん、12位坂井秀一さん、11位チェリーさん、10位 MS さん、9位宇宙さん、8位東山千恵さん、7位勝也さん、6位安畑さん、5位新潟和さん、4位和弘さん、3位キーちゃん、2位金堂さん、1位秋田のシーヤパンさん、ありがとうございます。いけると思う？ちょっと、いけると思いますか？ちょっと、